はいどうも、関西クラクラクラブのコミです。本日はタウンホール11の、ある方にね、スポットを当てて見ていきたいと思うんですけど、その方、良太郎さんっていう方です。でね、この方になんで今回スポット当てるかっていうと、とにかく攻めが安定してるんですよ。どんなとこからでもきっちり星には取ってくるし、前回のその取れる頻度、まあ、角度ってもすっごい高い。でね、私結構安定しないんですけど、じゃあなんでね、良太郎さんこんな安定するんだろうっていうところに関して、まあ、今回ね、動画の攻めを見ながら、彼の攻め方のね、中身を分析していきたいなというふうに思います。はい、まず1本目なんですけども、こんな配置。ここね、まず良太郎さん、この動画では、ゴレを使った、陸パートから入ってますね。クイヒーとかでもなく、なんでね、これクイヒーしないかっていうと、対空砲の処理がすごくやりにくいんですよ。これここにインフェルノがあるし、これちょっと届きにくい上に防衛施設がいっぱいあるから、壁の中にクイーンを入れにくい。でこっちなんかもうもてのほかですよね。でこういう場合無理やりクイヒー回してもあるんですけど、良太郎さんみたいにね、こうやってゴレとバスターをこう進軍させつつ、後ろからボーラーとヒーローをつけてね、こう陸パートでゴンゴリゴリ押していく、まあ、ゴレパートっていうのかな、こういう方法もありますよね。で、そろそろね、ジャンプを打って、でこの辺りで、ゴレパートの手は一旦止め、主力部隊、ディガー部隊にね、移っていくんですけども、ネクロでサイドカットをしながらの、ディガーで押していくと。で、ここにジャンプ打ってますからね、まあ、この辺でユニットを合流せよっていうのがあるんでしょうけど、とにかくね、この1本目の動画、ゴレーボーラーかな、を使ったこの入り方っていうのをちょっと覚えておいてください。で、良太郎さんがね、やっぱり安定する一つの理由っていうのは攻め方にあんまこだわんないんですよ。例えばこの、まあ、クイヒー回しにくいこの配置に対してどうやってクイヒー回してやろうとかね、まあ、そういう本当にもう職人みたいな方も結構いっぱいいらっしゃると思うんですけど、良太郎さんの場合それあんましなくって、これは回せねえなと思ったらすぐもう次の、レパートリーに頭を切り替えちゃってるんですね。なので、無理してね、クイヒーにこだわったりせずに、まあ、こんな感じでその村に合った攻め方をしていくということによって、かなりね、攻めの安定性だったり、まあ、前回の、まあ、角度頻度っていうのが上がってるんだろうなというふうに思いますね。まあ、最後も、まあ、相手がここ残りますけど、ディガーだったらね、別にこういう区画の中とかそんな怖くないじゃないですか。壁関係ないんで、やっぱこういうところで、まあ、主力を何にするかで、まあ、その攻めからの入りっていうのを、まあ、ゴレで行くのか、クイヒーで行くのかとかね、そういう本当に村に合った攻め方をしている。で、次はこれクイヒーなんですけど、まあ、良太郎さんのクイヒーも結構うまいです。過去にね、ゴレを使った動画も何本か良太郎さんの出してますけど、クイヒーを使った動画も多分出してると思っていて、で、クイヒーのね、良太郎さんの、攻め方のポイント、これ私何度も良太郎さん本人に怒られてるんですけど、なんでクイヒーそんなミスんですかみたいなで、まあ、ミスっちゃう理由っていうのがね、僕結構冒険するんですよ。まあ、さっき言ったこだわりっていうのも、まあ、一つそれかもしれませんね。前回取るには攻めなきゃと思って攻めすぎる。今良太郎さんここでレイジ打ちましたよね。多分ね、僕だったらね、レイジを使うのちょっと遅いですね。もうちょっとレイジ使わなくてもいけんじゃないかとかって粘った挙句に、結局そのクイーンがやられてクイヒー終わってもうグダグダで星1とかね、そんな風になっちゃうんですけど、良太郎さんの場合それをしないんですよ。もう大体、あ、3つからダメージ受け始めてるな、これ多分切り抜けられるけど一応練習打っとこうみたいな、そういうね、余裕があるわけですよ。で、なんでその余裕があるかっていうと、これまたやっぱり同じで、これまあ私の試験ですけどね、多分村に合った攻め方してるからです。村に合った攻め方してるから、多少余裕持った呪文の使い方をしてもギリギリなんないんでしょうね。まあ、と言いながらね、結論言うとこの動画結構ギリギリなんですけど、まあ、それでも前回も前回ですから、きっちりね、バスターにこれジャイを乗せてきていて、エルプリも、まあ、エルプリもね、もう使えなくなってますけど、この頃強かったんで、中心には、兵器で送り込んだジャイで、外周にはババキンと残ったエルプリもっていう感じで、まあ、こう回していきながらね、一気に周囲を突破しながら別動隊で、横のカットを測っていくという形なんですけども、今、まあ、入り方に関してちょっと私言いましたけど、良太郎さんも実は僕の知る限りそんなにたくさんの、この、なんだろうな、
と陸の入り方を持っているわけではないと思うんですよ。正味ね、なあ、多分今使ったゴレボーラーとあとクイヒーぐらいじゃないかなっていうふうに思いますね。で、その2つをね持っていると、でもなんだかんだ言っていろんな村にこう、当てはめることができるというか、あ、この村クイヒーダメだからゴレボーラーで行こうな、あ、この村クイヒーいけるからクイヒーで行こうなってね、多分まあ両太郎戦的にはクイヒー使った方が僕ちょっとあの頻度多いんじゃないのかなっていうふうに思うんですけど、まあ、とにかくね2つだけでもいいから持っていると全然その相手の村に対して選べるその選択肢っていうのが広がりますんでね。で、そこのね、じゃあ例えばゴーレにするのか、ゴレボーラにするのか、クイヒにするのか決まった後は、まあ、得意のディガーラッシュを流し込むでもいいし、他にね、ちょっとこれはソラに弱そうだからドラゴンを使おうかなとか、ラババルやろうかなって、ラババルやればそれいわゆるハイブリッドになりますしね、まあ、こうやってその入り方のその2つの使い分けから、あとはもう自由にね、残りそうな施設を壊すには何使ったらいいんだろうなっていう、こういう思考、これがねやっぱり両太郎さんの強さだろうなと思います。まあ、まとめると2つですね。1つ目は、陸の入り方をクイヒーとあとゴレボーラーっていう2つ選択肢を持っていて使い分けられる。でもう1つは呪文だったりっていうところをきっちりね、のリスクを取らずに確実にいけそうなタイミングでどんどん先に打っていく、この2つができるから多分ね、両太郎さんの攻めっていうのは結構安定するし全回率も高いんだろうなというふうに思います。まあね、またこれからもいろんなこの入り方も含めた、バリエーションのあるね動画っていうのを上げてきますんで、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後も継続的なご視聴をよろしくお願いいたします。はい、では本日はこの辺りで失礼いたします。バイバイ。